こんにちは、太鼓奏者のひとみと小太郎です。最近2人が多いね。休業中。休業中だ。もうすぐ夏休みですね、世間は。夏っ子。夏っ子。うわー、懐かしい。聞いてよ、ポスター何枚書いたが、小太郎のポスター。それで賞取ったから。ダメです、はい、ダメです。皆さんはダメです。ちゃんと自分でやってください、はいはい、夏休み自由研究ありますよね。僕らも自由研究をしようかなと。ということで本日の企画はよっ、100均のもので太鼓作り対決。イエーイ。100均で揃うものを使って太鼓を作ろうじゃないかと。で、対決というのは芸術点と技術点を合わせて、はいはい、まあ、どちらが勝つのかと。やばいや、しかも審査員2人。ではやっていきましょう。テコテコ。じゃあまあ何を買ってきたのかをね、まず発表していきたいと思います。やばいや、ここで負け格あるよね。一応100均はダイソーさんオンリーでやっていきたいと思います、はい、じゃあまずはやっぱこいつが一番要です。はい、要。ガムテープ不安やから2つ。マスキングテープ。マスキング、マスキングテープ。何に使うか分からんけど、リボンでシールです。そしてじゃーん。鉢植えです。なるほどね。この大きさなんやったらさ、これ絶対1個で足りた。いや、わからんやんか。じゃ僕のいきますね、はい、こちらです、ね、もう一緒やん。ほら、もう絶対そうだ。なめる。はい、まずゴミ箱です。ここがもう違うんだよ。なに、ほら。黒い皿を、で、これですよ。うわー、芸術、そっちな。白糸と、このフックとステンレスの、あのジョインラック用の固定部分って書いてある。そうあのカチャンってするやつや。カチャンってするやつ。この色味、なんか思えない。もしかして、勇気にプレゼントする。そしてこれやよ。花火を作ろうとしてます。もうおかしいやん、こっちの。ではやっていく。えいや。それじゃなきゃ、それを使っていいかちょっと審議させてほしい。ある一つの道具を使いたいから、それを使わせてもらわんと、うん、これ奏で完成する。買ってこいよ。キリ。それはなかったんですか、100均には。え、僕ら見てなかった。マイナス1点ということでありましょう。マイナス。うわ、絶対大変やん、バカなん。瞳はまずはこの段ボールじゃないわ、これ何やったっけ。はあの両上テープとか色んなんでもいいけど、太鼓の面の色になる。なるべく欲しいな。なるべく合わせたくてこの色にしました。じゃ早速やっていきます。これをピーッと張って、めっちゃこの時にパンパンに張らなかった。ポイントはそこ。ひたすら私はやっていくだけです。僕はひたすら穴開けるだけです。途中で飽きてくるよね、瞳は。そうなんだ、くらいの飽き性なんですよ。今来とる。楽しくない。穴開いた。終わった。次のステップへ。糸通すのも大変やな。できた。そしてシールの出番です。何やと思う、人に。結構これは秒、うん、ちゃんと一応考えるのは考えてきた。当たり前やんか。この部分に、ここはここ皮なんで、ここにここできた。もう完成なんだけど。あ、無理やん。休憩しとって。とても素晴らしい太鼓ができてます。弾け飛ぶ。両面テープ持ってきてなかった。両面貼ったらいいやん。
らんでよかったな。カードね、全然。完成しました。ルール違反をしました。とりあえず芸術展行きます。リアルタイムはどうぞ。なんと言ったって、うん、奏の色をちゃんと彷彿とさせる黒白。波動は悪いけど絞れます。あ、ひとみちゃんは木で見た時でもやっぱ太鼓って分かりますよ。分かりませんよ。うちはどっちかっていうと音重視で行きましたので、はい、まあ、私の方がいい音が鳴るに決まってますね、はい。まあ、どう考えても芸術点は僕、うん、そうです。もうそれは譲ります。あ、譲る、譲ります。もうこだわり点もあげたいです。でもこだわり点はあのルール違反をしたのでマイナスでゼロです。はい、わかりました。じゃあ次技術点、じゃあ音では鳴らしてみます。はい。まあ、ちょっとプラスチックの。ちなみに後ろの音どうなるか。あ、反対変わるんかな。奏でが完成した。じゃあひとみちゃんどうぞ。これは私の勝ち。お互いちゃんと太鼓の特徴を得た音が鳴ってる気がする。さすがに、どっちの方が太鼓らしい音かっていう部分にすると、ちょっと私ですね。和太鼓ひとみチャンネル。じゃあ結果はコメント欄で皆さんに決めてもらおう。そうしよう。引き分けになっちゃったのでコメント欄で皆さんがどっちが勝ちか教えてください。そうしよう。では私たちの結果は君たちに委ねた。委ねた。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いいや。Thank you.